だからキハダ&ですよ、カツオ狙いですよ、相模湾で。この前の企画が釣れるかどうか、これ楽しみですね。そうですね、はい。今日はね、ちょっとね、ちょっと変えてます。ちょっとね、羽をつけてみました。今日は小魚に見せる みたいなアピールするために、つけてみました。で、今日はこれですよ。ビールでかい、ビーストマスター9000ですよ。で、マグロ竿ですからね。今日はね、楽しみですね。ワクワクドキドキね。でかいのでね、40キロクラスもね、結構上がってるみたいですからね。ただね、風が吹いてるからね、これがね、ちょっと気にかかります。でもこの船の、見てください、これ。人気すごいですね。これ全部カツオですよ。カツオ、キハダマグロのルアー船とか8隻ぐらい出てると思いますね。庄三郎さんで、今日はね、白塚の庄三郎さんでお世話になってます。頑張ります。餌はこう眠り針なんでね、つけにくいです。で、この針を動かすんじゃなくて、エビをちょっとずつ押してあげればいいですね。で、1個つけます。そしてこれでもいいんです。この1匹掛けでもいいんですけど、針を隠すために、針先を隠すためにちょっとこう意識掛けにします。カツオだとね、ふわふわって竿が浮いたり、で、クーッと引いたりするんですよ。だからその時はもう一気に巻いちゃう。マグロの場合は黙って糸をどんどん出してくる。止まるまで。風がね、良くないんだよね。あ、危ねえ。ここで食ったらどうすんだよ。ね。南風で全体的に食いが悪かったです。多分魚が沈んでるんじゃないかと思うんですけどね。これも釣りです。これが釣りあるから、あの釣り人を集めます。この次は釣ってやろうって。